皆さんこんにちは。この度は阪急旅こと塾 YouTube をご覧いただきありがとうございます。今回講師を務めさせていただきます指揮者の静野圭介です。私は、普段指揮者としての活動のほかにセレノミュージックオフィス代表としてコンサートや音楽イベントのプロデュース、またこういった講演活動などを行っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日なんですけれども、有名な作曲家ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトに焦点を当てて彼の人生や作品を紹介していきたいと思います。この作曲家なんですけれども非常に人気の高い作曲家ですので、おそらく皆さん一度は名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんな彼の魅力や人生のですね、面白いエピソードなどをですねお話ししていけたらと思っております。それでは初めにモーツァルトの特徴をですね大きく4つご紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、クラシックの作曲家の中では古典派時代の作曲家と分類されております。モーツァルト以外に古典派の作曲家といいますとハイドンやベートーベンなどが有名な作曲家なんですけれども、大体彼らと同じ時代を生きた作曲家と言えます。そして2つ目なんですけれども、日本ではよく神童というふうに呼ばれていますね。とても才能のある、子供だったようで、数々の逸話をですね残しているんですけれども、こちらはまた後ほどご紹介させていただきたいと思います。そして3つ目なんですけれども、作曲家としてだけではなく演奏家としてもピアノとバイオリンの名手だったと言われています。自身で作曲したピアノ作品に関してはほぼ、自分で演奏して披露しているというほどの、ピアノの腕前だったと言われております。そして最後に、生涯作曲した曲の数なんですけれども、全て合わせると900曲以上だったと言われています。彼は、30代半ばで、亡くなってしまうわけなんですけれども、その短い人生の中で900曲以上の作品を残しているという非常に多作な作曲家と言われております。はい、こちらモーツァルトさんですね。皆さん一度はどこかで見たことがあるんではないでしょうか。きっとですね、あの音楽室 の, あの上の方にですねこう作曲家の肖像画がかかっていたという人も多いと思うんですけれども、モーツァルトさんも必ずそこにね、載っていたと思います。このですね、青年期のちょっとこうかっこいい感じのですね、モーツァルトの肖像画は、よく見たことがあるのかなと思うんですけれども、子供の頃の肖像画も残っておりまして、こちらですね、とてもこう、なんていうんですかね、自信満々な感じのですね、モーツァルトの子供時代の肖像画もこのように残っております。こちらの写真なんですけれども、モーツァルトが生まれた街、現在のオーストリアザルツブルクという町の写真です。とても美しい町ですので、もしまだ行かれたことがないという方はですねぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。毎年夏にはですねザルツブルグ音楽祭というとても大きなクラシックの音楽祭が行われておりまして、こちらも音楽ファンにとっては非常に内容の濃い音楽祭となっておりますので、ぜひご注目ください。ここからはですね、モーツァルトに関する皆さんが素朴に思っているかもしれない問いについてですね、取り上げてモーツァルトの人柄について深く話していけたらと思っております。まず一つ目なんですけれども、モーツァルトは本当に天才だったのか。モーツァルトはですね、よく天才音楽家の代表として取り上げられると思うんですけれども、では本当に天才だったのか、どのように天才だったのかということについていくつかのエピソードをお話ししたいと思います。まず一つ目なんですけれども、彼は3歳でチェンバロを弾きこなし5歳で作曲したと言われています。モーツァルトのお父さんはレオポルト・モーツァルトといって、また作曲家としてもとても活動して、有名で活動されていた方なんですけれども、そのお父さんがですね、幼少期の頃からモーツァルトの才能を見出してですね、かなり厳しく音楽教育をしていたと言われています。その甲斐もあってですね、モーツァルトの才能はどんどん開花して、
3歳の時点でですね、チェンバロという今のピアノの、元になる鍵盤楽器ですね、この楽器をですね3歳で弾きこなして、そして5歳でなんと自分で楽譜を書いてですね作曲をしたと言われております。この時、作曲した曲はですね、アンダンテ・アチョーチョという、曲でして、この作品ですね、実際に少しだけ音を出してみたいと思います。この後少し続くんですけれども、とても可愛らしい作品ですね、モーツァルトらしさが出ている一曲じゃないかなと思います。そして、このエピソードもですね、音楽をやっている人からするととてもびっくりするエピソードなんですけれども、14歳の時にですね、システィーナ礼拝堂、イタリアにあるんですけれども、こちらにですね、お父さんと旅行に行った時にですね、礼拝堂の中で門外不出の秘曲とされていました、グレゴリオ・アレグリという合唱曲があったそうです。もうこの礼拝堂の中でしか歌われない、外には、出ていかないと言われていた曲なんですけども、その合唱曲なんと9声部ということでね、だいたい学校の合唱コンクールなんかですから、4声ということで、演奏することが多いと思うんですけど、その倍以上の9声部、ミゼレーレという作品をですね、モーツァルトは聴いたわけなんですけども、その1回その曲を聴いただけでですね、その後外に出て全て覚えて、その楽譜を聴いた通り、覚えたそのまま覚えている通りですね、楽譜に書き残したというふうにね、言われています。音を聞き分ける力も素晴らしいですけれども、記憶力も素晴らしいですね。1回聴いた曲はすぐに覚えてしまうというね、モーツァルトの能力を表したエピソードとなっています。そしてですね、有名な文豪ゲーテ、皆さんご存知でしょうか。たくさんのね、名作を書いた、作家さんですけれども、このゲーテがですね、7歳の時のモーツァルトの演奏を聴きまして、絵画ではラファエロ、そして文学ではシェイクスピアに並ぶ才能だと評価したと言われています。それぐらいですね、幼少期から演奏も何か人を引きつけるものがあったのではないかなと思いますね。そんなモーツァルトが生まれた、家ですね、がこちら、この写真になります。現在はですね、綺麗に壁は塗り直されたりはしていると思うんですけども、当時の、モーツァルトが生まれた時と同じ建物がザルツブルクに残っております。こちらはですね、今は、やっぱりモーツァルトファンとっての聖地といいますか、たくさんの観光客が訪れる観光スポットになっているそうなんですけども、モーツァルトが生まれた家はまだザルツブルクに残っておりますので、こちらもですね、ぜひ行ってみたいですね。さて次なんですけども、モーツァルトは濃い大きな男だったのかということを少し検証してみたいと思います。こちらなんですけども、とっても、びっくりするようなエピソードが一つありますので、ご紹介したいと思います。モーツァルトはですね、子供の頃からお父さんと一緒にいろいろな貴族だったり王族のもとをですね訪れて、こう、 うちの息子はすごいんですよということで、お父さんがですねいろんな貴族に息子を紹介して回って旅行していたと言われているわけなんですけども、6歳の時にですね、ウィーンのシェーンブルン宮殿ですね、マリア・テレジアの元をですね訪れたわけなんですけども、なんと、6歳の時にマリー・アントワネットにプロポーズをしたというエピソードが残っております。この時ですね、マリー・アントワネットはモーツァルトの一つ年上の7歳だったと言われているんですけども、シェンブルン宮殿の鏡の間というところでですね、モーツァルトが演奏を披露した際に、モーツァルトがですね床でちょっと滑って転んでしまいそうになったと言われているんですけども、その時にですね、マリー・アントワネットが、モーツァルトの手を取って、助けてあげたと、大丈夫ですかと助けてあげたと言われています。そんなマリー・アントワネットに、大きくなったら僕のお嫁さんにしてあげるというふうにですね、言ったという記録が残っています。
それぐらいですね、ちょっとこう女性に対してのですね、まあ、自信っていうんですかね、まあ、モーツァルトの、こう女性をたくさんの女性をね、こう口説いて回ったりするというのもね、あったようなんですけれども、この後も大きくなってからいろいろな、逸話をしております。そんなモーツァルトですので、たくさんのですね、面白いオペラ作品なども書けたんではないかなと思っています。さて、次なんですけども、モーツァルトは実は子供っぽい性格だった、本当ということで、挙げさせていただいたんですが、いろんなところでですね、モーツァルトは実は少し子供っぽい性格だったのではないかということを、言われているのではないかと思います。実際にですね、とてもこうわんぱくな、よく言えばわんぱくなというところもあったでしょうし、少しですね、こう迷惑をかけてしまうような部分もあったと言われているわけなんですけれども、一つこれも面白いエピソードとして、18歳ぐらいの時ですかね、モーツァルトはですね、まあ、とてもこう好きになった女性がいたわけなんですけども、その女性にいろいろと手紙を送っていると言われています。この手紙がですね、現在も一部残っているんですけれども、とてもですね、こう幼稚な冗談ね、本当に小学校低学年の子が喜びそうなぐらいの、冗談をですね、たくさん書いては、送っていたというね、そんな、手紙のやり取りが今も残されております。興味のある方はですね、ぜひ調べてみていただけたらと思います。また、そんなモーツァルトですので、真面目な曲といいますか、こう宗教音楽だったりとかね、いろいろな儀式で使うような曲も作曲しているわけなんですけども、本当に冗談で作曲したようなですね、お酒を飲みながら冗談で作曲したような歌詞がついていたり、テーマがついていたりということでですね、そんな曲もたくさん残っているという、そういうなお茶目な、一面もある作曲家であります、はい、そして、最後なんですけども、こちらもですね、まあ、今年あかり、いろんなところで話されていることなんですけれども、モーツァルトは実はギャンブルにハマっていたのではないかと、こういった噂があるかと思います、多くの方はですね、モーツァルトという天才作曲家が、最後はですね、あまり幸せな人生を送ることなくと言いますか、最後はちょっとね、こうお金もないまま貧乏の中で、亡くなったというような、ことは、聞いたことがある方が多いと思うんですけども、曲をしていて収入がなくて貧乏だったのかと言いますと、そうではなくてですね、モーツァルトは晩年とても人気のある作曲家でしたので、かなり収入を得ていたと言われています。これも諸説あるんですけれども、だいたい今の日本でいうと年収でいうと2000万円ぐらいっていうんですかね、それぐらいの収入を十分得ていたと言われているんですけれども、なんとやはりですね、モーツァルトはギャンブルにハマっていたというのは事実だったようで、住んでいた家の近くにカジノがありまして、そこにですね、こうお金を収入をもらってはカジノに通って、こう凝り性だったモーツァルトはですね、まあ、こういった方ってどこにでもいると思うんですけども、もう勝つまでやってしまうということ でギャンブルというのは勝つまでやろうと思うと絶対1回は負けてしまいますので、必ず全部使い切ってですね、また稼いだお金を持ってはカジノへ行って使い切ってしまうというね、そういった少しギャンブル依存症に近いような状態だったと言われておりまして、そういったことがあって、晩年はですね、全くお金がなくてですね、困っていたというふうに言われています。まあ、そういったところもね、あったということで、とてもですね、天才音楽家なんですけども、人間らしいという部分がね、あるんじゃないかなと僕は考えております。今回はですね、ここまでということで、次はですね、こんなモーツァルトの人生をですね、少し年表に追って、紹介していきたいと思っておりますので、次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。